はい、こんにちは。速仮塾の久保です。今回はね、雷族という、まあそんなテーマでコメントを入れていただきました。本当にありがとうございます。ちょっと調べてみたんですけども、雷族とは、1950年代に登場したバイク乗りの集団で、中3階級以上の若者たちが、当時高級品であったバイクに乗り、夜な夜な行動でレースを行っていた集団で、サイレンサーを外した、いわゆる直感マフラーから鳴る、 爆音が雷ののよううな強音だったたここことととからこの名がついたといいでござまます、まあ、雷族っていうのはいわゆるね、その暴走族の元となったバイク集団のことで、まあ、そこそこお金がないとね、バイクってのはとても高くて買えなかったんで、まあ、そうですね、高級品であったバイクをアーリーアダプターとして早くね、取り入れて、で、まあ、レースまがいのことをしていたかなと。でおそらく、まあ、昼間に乗る ね雷族の姿を見たことがある人っていうのは多分夜中にやったレースの帰りにこうね家に帰ってるとこだったのかなと思いますよね。まあそういう風に雷族っていうのが出てきて、その後それを真似してね全国各地でバイクがたくさん売れて中古市場もまあまあ,あ活発になってきて、でバイクがだん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 種類も出てきてユーザーが増えるに従って価格も抑えられてきたのかなってところですね。私の時代はねあの Z2 とかいうのがね有名でしたね。 あいつとララバイみたいなバイクの漫画が出たりそれからぶっ込みのタックみたいなね暴走族をテーマにした漫画がマガジンで連載されたりとかしてですねまあでもあの時があのファイナルラップだったんじゃないですかねあの時を境にバイクっていうのはどんどん,うんおしゃれなものっていうかね静かなものになっていって排ガス規制が始まったりとかあとはね大きな音の出るバイクっていうのがあんまりね受け入れられなくなってきてどちらかというと 丁寧にかっこよく乗るみたいなね。ちょっとこう荒くれ者の集団というなりは潜めたのかなと、まあ。いわゆる暴走族がだんだんなくなっていって、えー、その暴走族もね、なかなか特攻服だと給油をしてもらえないとか、あとヘアスタイルが奇抜だとバイトに雇ってもらえないとか、でそもそもガソリンスタンドに改造車はもう全然入っちゃダメですよみたいなことになってね。で、チューニングしてくれるところもなくなったり、バイクショップもどんどん閉めたりとかして、まあ、そうですね。 り、まあ、を潜めてていったってところですかねだから私の時代に暴走族やっていた方も二十歳ぐらいにはもうみんな辞めていってね要するにその暴走族である期間っていうのも短いんですよユーザーである期間っていうのがたいまあ早くても中学ぐらいでしょ15から18ぐらいの3年間ぐらいしか消費者としては活動してくれないんでそのいわゆるバイク市場っていうのはねどっちかっていうと若者のうんまあものっていうよりも まあいい大人のものもにななっったかなってことですよねで現在ね40代ぐらいの方を中心に旧社会って言ってあの昔の暴走族のバイクをコスプレで改造してねで特攻服みたいなのも着てでもなんか全然乱暴な人じゃなくて丁寧に乗ってスピード違反もせずに信号も守ってヘルメットもちゃんとかぶってみたいなねなんか当時の暴走族をしのんであというかねまねして楽しく走るみたいなツーリング族がいるみたいですけどもねほ、まあ、本当丁寧ですよ皆さん。じゃないとやっぱり排除されちゃうんで。 それから雷族を今ね模した方ってのは出てこないんですけども、まあ、たまにね雷族って聞くと1950年代に10代や20代だった方ってのはちょっとね胸が劣るんじゃないかなと思います、まあ、どちらにしても今ねウィキペディアとか見てるんですけども雷族の写真っていうのは白黒ばっかりですねで暴走族も写真ってあんまり残ってないんですよ映、うん、るんですの時代ですからなかなかねバイクと写真っていうのは親和性がないっていうか まあなんか集会の時の写真を撮ったりとかしたのかもしれませんけどね、うん、まあ今ねスマートフォンがある時代に暴走族とかだったらいっぱい写真が残ってるんじゃないですかそれから暴走族のグループの SNS とかができたりとかね <laughs>、うん、まあ時代に皮肉かなと思いますね <laughs> まあ確かにねバイクってのはお金結構かかりますんで、うん、今みたいな時代になるとバイクは実用性がない限りはもう乗らなくなっちゃったのかなっていうところです 私も実際くまモンっていうね 50cc ですけどもなんかほとんど乗らなくなっちゃいましたね、うんまあ、車ですよね、うん、特に冬場ってのは寒いですから夏に限るのかなでなかなか本当にあに気が付いたんですけどバイクって駐輪場に困りますよあのコイインパークとかってバイク止められないんですよ、うん、だからね本当止めるところがなくて特に街中とか 皆さんどういうよういなところに止められてますもう私は田舎道なんで道路にポンと置いたりとかね草丸にサッと入れたりとかできるんですけども確かに広島市内にいた時に私のね、あのー、広島ヒルズっていう速賀塾の本部にバイクで来られた方がなかなか止めるところがないっていうんでね困ったあのそんな覚えがありますね、うん、いやでも雷族今となっては竹野族と同じぐらい竹野子族ね竹野子族と同じぐらいもう聞かなくなりましたね 時代は変わるんですねじゃあこれからどんなね賊が出てくるのか楽しみです。私はあ家族がね今目の前にいますんでそれを大事にしていきたいかなってところですけどもねコメントありがとうございました。